27時間目、始まるよー。はい、号令。起立、礼。よろしくお願いします。さて、今日は何をやるのかな？あ、礼。またもあい、終わったんじゃないの？なんでそう思ったんでしょう？だって前回の内容でさ、もあい、についての疑問は答えが出たぜ。甘いんじゃないですか。作者が言いたいことは何だったんでしたっけ？モアイについて？じゃないんだっけ？違いますよ。文章をよく読んでください。今日は、結論、をしっかり勉強しましょう。今回の狙いはこちら。それじゃ、まずは前回の復習です。はい。イースター島の文明はなんで滅びたんでしたっけ？ヤシを切りすぎて森が消滅。そのせいで土砂が海へ流れ出して、土がないから作物が取れない。食料がないから人々の間で奪い合いが起こり、文明は崩壊してしまった、だったぜ。これ、おかしいと思いません。何が、筋が通ってるじゃない。だって、ポリネシア人たちはどこから来たの？そりゃ、ポリネシア、からだぜ。じゃあ食料がないならポリネシアに、戻ればいいじゃない？滅びる前に。ぬぬ。確かに。または一番近いチリまで行けばいいじゃない？滅びるまで何もしないなんてバカじゃないの。なんか教科書に書いてあった気がするぜ。あれだ、ヤシを切り倒しちゃったから、船が作れなかったんだぜ。魚を取るのもままならなかったんだからな。そうでしたね。さらに地図を見直してみてください。一番近いチリまで3700キロあります。ちょっとそこまで、ってレベルじゃないぜ。そう。この条件こそ筆者が注目したポイント。どういうこと？簡単によその土地から物資を運べない、そんな島の状況と、我々が住んでいる地球の状況が、同じじゃないか、って呼びかけていますね。何が一緒なの？イースター島も地球も、いざという時に、どこからも食料を運んでくることができない、という点ですよ。なるほど、だからこそ今ある資源を大切に、そう書いているんだな。本当にわかってます。うん、わかった。と思うんだけどな。じゃ、これ見てください。お菓子、プロテインバーって書いてあるが、クリケットってなんだろう。スポーツだったかな？はい、そこ。ディズニー、ピノキオ、で出てくる、地味にクリケットって聞いたことない。ああ、あのコオロギのおじさんか。って、まさか。そう、これ、コオロギバーだったんです。なんだってー。実は最近、来るべき食糧危機に備えて、無視食、がブーム、なんです。マジか。私、偏見はない。つもりだけども、見た目的にちょっと無理だぜ。日本では昔から蜂の子やザザムシ、イナゴなど、虫を食べる文化があるのにねー。他にも食べるものはあるんだし、わざわざ虫を食べなくても。じゃあ食べるものがなくなったらどうするの？これは食品廃棄物の発生状況の量です。年間で約2800万トンの食品廃棄物ですよ。すごい量だな。食べられるのに廃棄、が、約4分の1って、多すぎません。うん、確かに。みんな捨てちゃうのかね。そうですよ。しかもその処理にまたコストが。悪循環だぜ。食べられるものを好き嫌いして捨てて、結果、受け入れがたい食材を食べることに。それでもいいんですかね？つまり給食は残さず食べろ、ってことだぜ。まあちょっと例があれですけど、イースター島のような結果にならないように、地球上の限りある資源を大切にして、できるだけ長く使う方法を考えなきゃだ。ってことを作者はイースター島を例にして、我々に提案した、ってことだな。その通り。結論はわかりましたね。うん、OK だぜ。それでは今回の狙い。筆者の主張を捉える。は、バッチリではないでしょうか。はい。では今日の授業はこの辺で終わりましょう。ワークは進めておきましょう。いいですね。はーい。はい、じゃ、号令。起立、礼。ありがとうございましたー。今回から進出漢字の注意するポイントを。
つけようと思います。今回はここ、漢字は部首などの意味を知ると間違いにくくなります。似た漢字はテストに出やすいので、定期テスト対策に勉強しておくといいですね。ではでは。